さ、出会った頃が、俺はいくつだったんだろう、22、3よ。うちはだって10代やもんね。今もう多分テロップに現在いくつって申し訳ないけど出すよ。何回もお仕事で共演もさせてもらってるし、うん、プライベートでも遊んでたのに、うん、じゃあいつどうやって知り合ったのかとか、ああそうだねっていうのは言ってなくて、うちが元カレでしたっていう暴露をしてしまって、うん、いやあったよ、もう何年も前ね、急にね、うん、でもうちの中ではその自然な流れがあって、ライブイベントとかで一緒させてもらってるっていうのもあって、この子は仕事仲間でこの人は友達でとか言ってる中で、なんか友人っていうのがなんかもうずっと嘘ついてるみたいな、ね、言ってたよね、うん、あのだから俺あの西川さんの家飲みを見させていただいたよ、はい、でも西川さんはめちゃ気使ってくださってたじゃん。名前出すなやーみたいな感覚でさ。いやでも黙ってるのがなんか嫌やんみたいな感じで、ふわー言ってたから。でもその時にファンの方から聞きたくなかった、知りたくなかった。ああまあ。なぜわざわざっていうあのメッセージをくださって、皆さんが傷つけてしまったなっていう、この場を借りて。いや、ずっと期間あった謝罪じゃないだとしたら、それだいぶ前の当時も謝罪はしてたよ、うん、でもなんか嘘ついてることもうちの中ではその謝りたかったし、ああさあみそちゃんのファンの方にね、はい、難しいよね、こういうのって、まあ、いろんな角度からいろんな人たちが見てるから、いろんな人たちの思いがあるから、うん、ね、いや冒頭から反省したよ反省会からじゃん元気に行きたいところですけれども、まずね、僕もう最初に言いたいことはやっぱりご結婚おめでとうございます。そこ、いやもうそこぐらいのもう期間あるから、ああそうか、ご結婚おめでとうございますと同時に、これちょっと僕はもうちょっと伝えておきたいんですけれども、旦那様ののすけさんに、僕あののすけさんの連絡先は知らないんですけど、あのみそのちゃんに言ってね、今回こうやってまあお会いして、自分のチャンネルにみそのちゃんが出てもらって、まあみそのちゃんの方チャンネルでも一緒に歌を歌わせていただいたことをのすけさんに了承いただいてねって俺めっちゃ言ったんだよ。真面目、いやそりゃそうだって、のすけさんは大丈夫だよと、寛大やからね。もうエピソードトークだけど、僕あの前にツータン大木さん、うん、モノマネ芸人の、はい、ツータンちょっと僕仲良くしていただいてて、でツーさんがあのあそこの五反田だったかなのホールでライブをやると、モノマネショーライブ、うんうん、で検索来るかって言うから、ああもう勉強させてくださいって、あのじゃあ招待出しとくわ、勉強させてくる、モノマネとかしないよいやそれはエンターテインメント、あまあ、ね、確かにあの生バンドでね、そうそう、うんうん、で行きますって、でわーって招待席ね座ったらさ、なんか横から聞いたことある声が、うちなっていう声も聞こえて、これなんか聞いたことあるなと思ってパッて見たら、コーダー家族ですか、あれ、うん、うちとのすけとお姉とお姉さんもいた、うん、俺もう本当にそれ見てすぐ帰ったからね。なんで、いやだからやっぱり普通久しぶり、いやだからさっきも言ったようにのすけたね、俺本当にツートンは、ね、本当にその時だけ俺ツートンよと、いやいやいや気遣えやって、ちょっと正直大先輩だけど、えでも知らんやろこの三角関係というか、いやどっちなんだろう、いや俺知っててあれしたのかと思ったから、でも知ってたらうちにまへん、隣の席に検索いるからねって、ああ本当に天然だったってこと、うん、だってもし言われてたら全然声かけてたしな、うちは、あ申し訳ない、幸せな僕はちょっとダメだこれはっつって座って仮にね、じゃあ挨拶してうん、何かあると思うってこと、そのなんか喧嘩がうちらで起きるなのか、もうとにかくだからのすけさんが気分を害すること、害さないよ、まあそうな、うん、いやそれ知らなかったから、うん、まあ、どんな人かね、いやここはもうそっとそっとしなきゃ、でもあの時のなんかあの笑い声とかあの雰囲気は、あ幸せそうだなって思った、いいなって、あのすけさんなんかうちの元彼と仲いいでって、うんうんうん、だからうちもすごい元彼と仲良くするタイプっていうかさ、うん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 、別にこう別れたからといって嫌いなんて別れてないから、うんうんうん、その仲いい方がまあほとんど、うん、だからでのすけも
まあ、それこそのすけもさ、うん、知りたくなかったとかさ、わざわざ言わなくてもいいと思ってたと思うけど、その、出てくるからさ、その、パーンって。例えば、なんていうの、テレビとかさ。でも、その時さ、なんか、もうこれやのに、その、普通の顔して見てるとかがなんか、いや、別にいいじゃん。それさ、なんでそれをさ、パーンってテレビで出てきて、これ元彼やねん。って言う必要ないじゃん。いや、そうやねんけど、なんかさ、なんか嫌なんだ。逆やったらな、逆に例えば元カノが出てんのになんか普通の顔して見られてたりとかした方が、うん、うちは嫌やねん。いや、その話で言えば、うん、僕だから、あの、芸能界辞めてね、俺アルバイトとかを、まあ、してたんですよ、ずっと。してたよね。ホームレスもしたし、ね。ホームレスもしたし。で、アルバイト先でさ、なんだっけ、テレビがついてて、うん、食堂みたいなところで。うんうん、テレビ見てたら、みそのちゃんが出てたのよ。僕はもうバイト。みそのちゃん今もう輝いてるっつって。バラエティに出てた？バラエティだった。あのね、屁こいてた。MTV かな？かな？俺あの、やっぱりさ、いやいや、心の中でね、今の手で言えば、あ、元カノや。って思いもあるけどもさ、元カノ、へこいとるわってなったわけですよ、こっちは。本当にごめんなさい。はい。へこいてた。もうね、崖っぷちやったって、その、公私ともに。崖っぷちだと、テレビでへこくの？じゃ、なんていうんやろな、こう、嫌われてでもいいから、うん、名前とか覚えてもらいたいとか、なんていうの、爪痕残したい。いや、爪痕の残し方が芸人なんだよ。ちょっとね、他の人はやらへんことをやらなきゃって思ってしまったっていうか。で、方向がちょっと模索した結果、放棄ということで。事務所も、うん、やっぱりもうどうしたらいいか分かんなかったらしくて。あ、なるほどね。要は、歌がうまい。で、ビジュアルも良かった、はい。なんで売れないんだろう。すべて揃ってるのに。すべて揃ってるのに。はい。売り方がもう分からなくなった時に、あの、島田紳助さんが、見つけてくださって、で、多分紳助さんがしたらめっちゃ嫌いなタイプだったと思う、うん、モデルさんだったりとか女優さんだったりとかが結構紳助さんも見てる中で、うん、なんとか次につなげなきゃ、もうこれが最後のテレビになるかもしれないって思ったから、うん、同じ京都っていうのがあって、ほんでさらにその映像見てて、うんうんうん、けったいな女やなって思ってたらしい。その収録が終わった時ら、うん、AVEX に連絡してくれて、うん、絶対に出した方がいい、俺が責任取るって言ってくれて、うん、でもエベックスは出したくない、マイナスプロモーションで。ああ、でもマイナスプロモーションって言ってもそれもうへ5でしょ。へ5の話でしょ。違う違う違う、だからそのソロデビューして、うん、やっぱり泣かず飛ばずやったわけですよ。音楽一本で行こうとしたんだけれども、はんはん、だからデイアフタートゥモローね、17から20歳まで3年間やって、うん、で1年間休止してて、で、それももういつデビューできるかわからない、うん。なんだったらソロデビューもしかしたらできるかもしれないっていう状況下の中、うん、またゲームのスタッフさんがテーマソングに、うん、って言ってくださったおかげで、まあソロデビューをなんとかできたけど。いや、したよ。だから僕も。セカンドシングルで、PV、ミュージックビデオで出て。ありがとうございます。あれもちょっとこの場でちょっと言いたいことあるんだけどいいかな。あれもちょっとこの場で言いたいことあるんだけど、当時も言われたけど、いやいや本当にあの時、そのまあみそのちゃんマネージャーさんね、その時は僕のマネージャーでもあったから。あ、そうか。ケンタク、ミュージックビデオの出演決まったで。本当ですか？じゃあ僕だってもうホームレス上がってバイト終わって何も仕事がない時に、ありがとうございます、何ですかって言ったら、いやみそののね、あのソロの曲の、ミュージックビデオの相手役やと。え、いいんすか、ああ俺なんかでありがとうございます、ちょめっぺ頑張りますっつって、前日だから美容室行ってなんかこう肌ガーってマッサージして、で当日行ってまあなんかちょっとカッコつけたことやってさて終わりましたよ。結構長丁場だったもんね、丸一日仕上がってみたら、俺こっから下しか映ってない、誰だかわかんねえ。いやなんかそうしたかったらしい、そのこの人誰だろうにしたくて実は岸田健作でしたにしたかったらしいねんけど。いや、それもうね、前もって説明がなかったから、そう、あの、あ、最後まで俺ずっと見た。どっかで出てくるだろうと。まあ、最後の最後くらいはね、うん、確かに。背中だった、最後。結局。しかも、エキストラの方ががっつり出てたっていう、ね。いや、本当だよ。本当に、あの時は。いや、余談です。でも、そう、でもソロで、みのちゃんが、デイアフ後に頑張っているというのは、やっぱ、嬉しいし、応援したいと思うから、いけと思ったけど、あの曲は、あの曲も売れなかった。その、セカンドシングルだったっけ、大事な。
て、まあ落ち込んでる中で、たらその新助さんと出会えて、うん、そっからだからロンドンハーツだったり、うん、ヘキサゴンだったりに、だからアツシもね、そうね、やっぱりお世話になった共通の、うん、だってうちあれ見てたんだもん、あのロンドンブーツのお二人と検索の救急車のドラマ、うん、あ新宿暴走救急隊、そうやってた、ロンブーさんの初主演の、はい、あれをずっと見てて、うん、でもちろんロンハーにも出てたし、うん、うん、本当に淳さんもあの語り出したらきりないぐらいの素敵エピソードもあれば、ふざけんなよってエピソードもあるし、あんねや、あ、ありますよ、うち一個もない、あ、そう、うん、もう本当にじゃあよくしてくれたって感じで、元カノ説、うん、タムケンもアツシもあるんだけど、うん、いやタムケンの元カノがさ鈴木紗理奈さんやからさちょっと似てるっていうのもあって、みそとも付き合ったんじゃないか、アツシももううちがアツシアツシアツシだったから、はいはい、その本当にお兄ちゃんだったんだけど、うん、それもまあ、面白おかしくね有吉さんがいじってくださって、未だにその付き合ってたって言われるんやけど、アツシも奥さんとめちゃくちゃ仲いいし、うん、でタムケンも別に泊まったりとかしてるけど大阪行った時、うんうん、マッチで何もないからこそこう一緒の付き合いができてるというか、あ、うん、そのいう意味で言えば俺だから淳さんはロンドンハーツの時に、うん、まあこれロケ車があんじゃん、で、まあ、俺撮りあのロケで俺は撮影行ったの、淳、うん、さんだって残ってたんで、うん、俺、まあ、携帯電話ね、うん、携帯電話を自分を置いといたのね、うんうん、ほんで、まあ、で戻ってきてさ、ほんで、まあ、あ、終わって、じゃあお疲れ様でした、って帰ったら、うん、その夜に、携帯電話のメールが何百件って、入ってて、え、何これとか思って、パッて見たら、なんかね、変な、女性からすっごい、いろんな女性から来てて、助けてくださいとか、お会いしたいですとか、すっごい来てんの、メールが。何これ、何これ、何これとかって思ったら、俺なんかね、出会い系サイトに、登録されてて、いたずら大好きやから私は。いや、そんでさ、そのプロフィール自分のね、うん、登録したプロフィールにお金が有り余って困ってます、素敵な出会い見つけたいと思ってますみたいなこと書いてあって、そんなん書いたもんだから、なんかあの子持ちの未亡人の方とかお金困ってますとかすんごい来てて、ちょっともう淳さんっつって再会してとか、いやめでんぜおもろいやん、まああったりとか、いやもう全然エグいのもあるって、なんか俺実はちょっとまあまあ後でカットするなり、うんうん、まああの好きな人がいたの、うん、タレントさんで、うん、しかも同じ番組でレギュラーだった、その、うん、ロンブーさんのね、うん、で俺アツシさんに相談してたの、ちょっと好きになってしまいまして、でもこういう仕事場で良くないですよねって言ったら、そんなことねえよ、お前が好きだったらじゃないけど、どんどんあの俺は応援するよ、ありがとうございますっつって、どういうアプローチしたらいいですかねって、こうやってメール打ってごらんとかいろいろ教えてくれてたの、まあ、それはかなわぬ声だったんだけども、ああとか思って、で俺他の現場行った時にさ、フライデーみたいなのが置いてあったのね、よくあんじゃん現場に中間誌、ああと思って今はちょっと見てたの、人はさ論文あつし恋愛発覚っつって、俺が相談してた女の人たち出ても俺は悪魔かと思ったもん、悪魔やろあの人、で初代おバカタレントとしていやだからヘキサゴンはね、なんかそういうのそういう感じだったよ、おバカタレントがいっぱい出るみたいな、でも僕はおバカタレントっていうか本当のバカだったから、まあでもだってホームレスやってバイトやって何、いやだからその時言ったの覚えてる、なんで連絡してくれへんかったんて、もうなんぼでもご飯食べさせたもんって言って覚えてない、ね、頑張んなきゃいけないよね、ミュージシャンはバイトしてね、寝ずにとか、うん、なんかあんまり食べれずにとかわかるけど、公園にいたんだったら、いやそうご飯食べようって言ってよあん時って、いやでもね、もうこれだから、実家だって都内にあったし、うん、でここも説明したけど、で飯食おうと思えば食えたよって、それ実家帰ればいいし、うん、でもなんか俺はもう何も、なんつうんだろうな、いきなり芸能デビューしてバイトもしたことないし、もうだからもう浮ついてたから、もうちゃんと、まあ底辺って言い方あれだけど、もうちゃんとそこを知ろうと、そこを知る旅に出たから、もうこれは誰かに頼ってたんじゃ意味がないというので、偉いよな、いややったけど、でもいい
経験だったけどね。もう誰も頼らずだったね。ずっとバイトで。またバイトがね。何のバイト？だってもう顔も知られてるわけやん。それ。それが一番きつくって、うん、もうバイトもいろいろやったんだけど、うん、あのなんだろう、こうさベルト、もう知らないよみそちゃん、ベルトコンベアってあってこうやってね。自動的に流れてる、うん、でこれをパーって来てパッて取って、あ北海道って言ったらこれ北海道、東京って東京って、これ仕分けしていくっていう、あの宅配のもの、宅配のもの工場で、ほんでベルトコンベアで俺がいて、まあこうたくさんこうやって人がいて、それぞれこうやってやっていくのよ。うん、じゃあ力仕事でもあったよね。まあね、重い荷物もあっただろうし、だけどこうやって向き合ってさ、あの一緒に働いてる人がいるわけじゃん、うん、まあ一般の方が、うんうん、みんなチラチラ見てんのよ、うん、やばその時、うんうん、あれみたいな、はいはい、いいと思うのみたいな、うん、だからそのバイトが8時間なんだけど、この力仕事より、うん、俺ね顔バレないようにずっとしゃくれてたのだからそういうのがなんかおバカだよね。いやバカじゃないよ、ちょっとでもバレないようにっつって、だから俺一番顎が疲れたっていうチャンネル登録してくれるかな？言ったね。